3月5日です。2020年3月4日からここベトナムのホイアンに滞在しました。こちらはホステルの朝食の動画です。オカリナをギフトでもらった。かわいい。で、今日チェックインするのがあそこの目の前のホステル。目の前のホステルにチェックインしました。ホイアンはベトナム中部の都市ダナンの南に位置する海辺の町です。ホイアンの古い町並みとしてユネスコの世界文化遺産に1999年に登録されています。私が想像していたベトナムのホイアンは夜にたくさんのランタンがきらめく景色でした。それが見たくて、そしてランタン祭りが行われると聞いて、その日合わせてベトナム横断の日程を立てました。ランタン祭りは毎月満月の夜に行われるそうです。満月になる旧暦の14日、ホイアンの 家の電気は消え、ランタンの明かりが街を照らすそうです。っていうか見ました。また夜のランタンが照らされている動画は次の動画からです。ホイアンはベトナムの中部にあり、中国と交易が長く続いたという面影が今なお色濃く残っていました。さらに国際貿易港として日本、中国、オランダ、ポルトガルの商船が来航していたそうです。日本と貿易をしていたというのはまた後の動画で紹介しますね。この黄色いのはベトナムの郵便局の人のバイクです。黄色みたいですね、日本は赤だけど。目の前に見え始めたあの赤い門みたいなのが来園橋といって、日本橋と言われています。ベトナム紙幣にも印刷されて日本人が建てたとされる橋です。英語だとジャパニーズカバードビレッジっていう風に言います。すごい自転車で渡る人もいるみたいですよ。で、ここには日本語でホイアンと、これはフィフィって書いてあるのかな、どういう意味だろう。これは猿です。先ほど話したようにホイアンは国際貿易港でした。さっきの橋は中国人町と日本人町をつなぐ橋だったそうです。一説では日本人が1000人住んでいたと言われています。とかいるとかなんやらとか勝手にすり抜けてきました。OK。 6.5 hours later、 ホイアンのおばあちゃんたちああやって、私もさっきいいよって言われたんだけど、チップ渡さなくちゃいけないからちょっとパスしました。いいね、重そう。あのおばあちゃんたちフルーツも売ってるけど、写真撮影でチップを稼いでます。めっちゃ可愛い。私の来たかった来たかったホイアンです。長崎の歴史的関係、長崎ベトナムの歴史的関係は16世紀に遡ります。この独特の印はグエン王様の、お、なんか聞いたことあるぞ、グエン王様の娘であるゴック・ホア王女と日本商人の荒木修太郎との結婚です。どのマークでございましょうか。1619年に御朱印船って読むんですけど、御朱印船でゴック・ホア王女は主人と一緒に長崎に連れました。こちらは外国人と結婚し、王の娘、日本に連れてきた最初のケースと考えられています。この歴史的結婚式は400年前から今までの日本とベトナム、ホイアンと長崎の友好関係を強化しました。このマークのこと言ってるんだと思う。あそこにもここにもあります。世界遺産のホイアンはおしゃれな古民家カフェやお店がいっぱいなんです。通りに
には築200円の木造家屋が立ち並び、ノスタルジックな街並みが素敵なんです。この辺りも全てカフェなんです。とっても素敵ですね。こういったテーラー屋さんが多いです。ホイアンの旧市街にマーケットがあるんですけど、そのマーケットの東側にこういったテーラー屋さん、仕立て屋さんがのお店がたくさんありました。この日はホイアンの旧市街をブラ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 散歩してました。コーヒー屋さん、カフェや雑貨屋さんを見たり、こうやってブーゲンミリアがすごい綺麗に咲いてました。これあの床屋さんです。もうアジアの床屋さんって面白い。もうインドもこんな感じでした。この左側にちょっと映ってないんですけど、多分ベトナムコーヒーを入れる上下に分かれているのがあるんですね、陶器が。それがすっごく可愛くて欲しかったんですけど、結局買えなかった。犬はすごい勇敢です。道路を一人で歩いて行きました。そしてここは雑貨屋さんです。可愛い雑貨屋さん、こういったおしゃれな雑貨屋さんもすごいホイアンいっぱいです。可愛い雑貨屋さんです。サンデーインホイアン、可愛い。これは中華会館って言って、中国南部から移住してきた人、華僑の会館集会所らしいです。無料みたいなんですけど、私が行った時門閉まってましたね。この福建会館は福建省から移り住んだ中国人が建てた会館です。入場料がいります。なので今回は入ってません。ホイアンマーケットにやってきました。マーケット内を物色をしよう。お、ここは結構マーケット感あるね。美味しそう。ラーメンめっちゃ美味しそう。ベトナムのこの屋台のスタイルって韓国でも見た感じで似てるなって思いました。で、このマーケットはご飯だけじゃなくて、こういう風にお土産物もたくさん売っています。まだあるね。雑貨類はホイアンで使えないものはホイアンで買いたいけど、それ以外はホーチミンで買いたいと思います。値段のリサーチだけはしといて。かわいい。最近食器が欲しくてしょうがない。あ、かわいい。最終日に買おう。こちらは1845年に建てられた長州会館です。奥に入っていくと風と波の神様を祀っています。7:10 PM。 Google マップでちゃんと星つけてあるじゃん。私は Google マップで気になっているカフェとかお店屋さんを星つけていることが多いです。これはゴールド屋さん、金屋さんです。旅人はマップスミっていう地図アプリ使う人の方が多いんですけど、私は Google マップの方が好きです。これも素敵なカフェ。 We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you.Had our on and offs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes everything but.
この動画の初めの方で説明したように、ホイアンは海辺の町なんです。で、橋を渡って向かい側に行きました。ベトナムって本当にバイクの乗っている人が多いですよね。橋を渡って着いたところはすごい自然というかもっさもさしてました。なんか人が住んでるっていう感じはあまりしなくて、これがさっき言った町旧市街です。反対側から見た景色です。この旧市街にあるお家は黄色い外壁にオレンジの瓦屋根っていう感じです。かわいい。のんびりのんびりお散歩した後は、行きたかったバイミー屋さんに向かいました。このハイランズコーヒーを曲がったところにあるのがバイミー屋さんだと思います。めっちゃ人がいるから。おー、すごい人だ。この店員さん、私に韓国語で私に話しかけてきたから、韓国人の観光客もアジアでは多いのかなっていうふうに思いました。Chili, yeah, but I don't like the green one. Coriander or no? Coriander, no. Japanese, where you from? I'm Jack. 怎么？你几万？三万。三万。Yeah. ありがとう。三番が人気だって言ったので三番頼みました。頼んでいたバイミーが届きました。バイミーはベトナム国中の街の至る所で見かけることができて、私もこれまでの Vlog でたくさん食べて登場してきましたが、実はバイミーの本場は中部都市のダナンやここホイアンなんです。で、そのバインミーの本場ホイアンで最も有名なのがこのバインミーフォンです。バインミー頼むときに私的にとても重要なのがコリアンダー、つまりパクチーを抜いてもらうっていうことです。英語わからなくてもノーノーって言えばベトナム人も別に英語がわかるわけじゃないのでなんとか通じます。ここのお店の机にある写真、あれ全部観光客が置いてた証明写真の顔なんです。なので自分も埋めてきました。よかったら探してみてね。今もあるか知らんけど、超人気の上のお席もあるんだ。前に屋さんに行ってきました。すごい行列で、味は特に普通、美味しかったけど普通ですねって感じです。 Wi-Fi 使えるのがいいね。あとなんかハノイで日本の学生さんがなんかいましてこの店でステッカーを買いました。1万5000円です。かわいいな。ここボックスっていうお店がかわいい。ホイアンの旧市街をレンタル自転車をして回る観光客がいっぱいいました。
そんなに大きくないので自転車借りなくても私は歩けるかなとも思いました。こうやって泊まって可愛い雑貨屋さんを覗くとかカフェに行くとかが自転車だとちょっと泊まれたりするのに困るかなって思いました。可愛いカフェとかレストラン雑貨屋さんがいっぱいあるので休みながらゆっくり旧市街観光したいですよね。ナナリーフかわいい。The days goes on, but that's okay. Why can't you stay? Right here with, I said right here with me. I'm cutting down the wires.こちらはホイアンで最初に文化遺産に登録されたタンキーの家の南側です。ここのこの黄色い壁の隣のお店スペシャリティコーヒーがあるみたいです。すごい店舗がいっぱい、このホイアンの街中に旧市街の中にいっぱいあります。とりあえず今からホステルにチェックインをしたいと思います。ホイアン2日目のホステルはこのバックホームっていうところです。1泊11万5000ドンでだいたい5、600円ぐらいで泊まれました。朝食付きです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ナイトマーケットの様子は次の Vlog でお届けします。それではさようなら。